D500 フランス空軍の D500D500 は1930年代にフランスのデボアティーヌ社で製造された固定客の全金属製単用戦闘機である。1930年にニューポール62に代わる戦闘機を求めるフランス空軍の使用書 C1 に基づいてイミーユ・デボアティーヌによって設計された。 試作機は1932年6月18日発飛行し、1933年11月に60機の注文を獲得し、最初の生産型は1934年11月29日に飛行した。機種の基準をモーターカノンに変更した型は D501 という記号に改名された。 1935年7月から運用が開始され、1936年10月には、エンジン強化型の D510 が運用を開始した。フランス空軍塗装のドボワチン D5101939 年に、モラーヌソルニ MS406 が運用を開始するまで、フランス空軍の主力機の地位を占めた。1939年9月時点で D、D500、 D-501 は、地域防衛、練習機部隊に配置転換された。第二次世界大戦回戦の時点で、フランス空軍の主力は引き込みやシノモラー・ヌ・ソルニエ、MS-406 やドボワチン D-520 となって、いたが、D-510 は2個の戦闘機体と、北アフリカの2個の戦闘機体、2個の海軍飛行隊に、配備されていた。モロッコの D-510 の戦闘機部隊は、 1939年11月まで D500 を運用し ARC573 と共に GC3-4 に改編され1940年末まで活動した。ダカールの戦闘機体 GCI-6 は1941年にカーチス H-75 に機種変更するまで D510 を運用した。フランス国外には リトアニアに7機の D501 が輸出され、2機の D510 がスペイン内戦の共和国軍に参加した。共和国軍の D510 は1936年にスペインに到着し、フランス政府がエンジンの変換を求めたため、ソビエト製のクリームを m え100が取り付けられ71沿岸防衛部隊に配備された。この2機は1938年に1機が、 着陸時に大破し、もう一機は爆撃により破壊された。また、中華民国空軍にも輸出され、1938年に日本軍との戦闘に加わった。一方の大日本帝国も、1935年9月に陸軍と海軍がモーターカノンの研究用に D510J を一機ずつ購入し、陸軍では機銃2が、 海軍では96式3号艦上戦闘機が試作された。この時、日本製戦闘機との性能比較も行われたが、96式艦上戦闘機と、機27双方に総合性能で劣るとされた。海軍における名称は、デボアチン戦闘機、陸軍における名称は、デ式戦闘機。D500 ウィキメディアコモンズには、ドボアチン D500 に関するカテゴリがあります。 ありがとうございます。